どうも、キスケです。ということで、レジェンズリミテッドのスーパーベジータ、使っていこうかなと思います。ちょっとね、追いガシャ動画ですげえ体力使っちゃった。ステータスがこんな感じ。打撃タイプですね。うん。で、アーマーついてます。で、ヒット時に気力減少が射撃圧にも打撃圧にもついてると。で、必殺圧。まあ、これ手札発揮系ですね。捨てた枚数分強化されるっていう形です。で、特殊圧がカード引いてユニゲームを貯めてっていう感じになりますね。はい。で、究極圧、踏ん張り無効ですね。踏ん張り無効。で、ユニゲ最大値の時に打つと、火ダメカットマイナスがつくっていう感じか。はい。で、メインアビリティ、究極圧をドロー、体力、気力回復、ユニゲ 50% 増加、バニシングを 100%。で、特殊カバチェン無効10カウント。まあ、このメイン強いね、普通に。かなりいい感じ。で、Z アビリティがベジータ一族セル編サイヤ人と。はい。で、ユニークアビリティ。4ダメ 100%、ユニークゲージ 30% 増加、火ダメ 70% カット。で、ドロー速1段階アップ。はい。で、場に出ると、カウント2カウント付与するんですよね。これが強いよね。普通に。最終形態クーラー並ダメっていう。クーラーはね、打撃圧を当てないとカウント付与つかなかったんですけど、こいつは場に出るだけでカウント付与されるっていう、これはねマジ強いと思います。で、ラストワン性能も持ってると。で、場に出ると、違うわ、場に出て3カウント経過するごとに体力回復、気力回復で4ダメアップ、火ダメアップの能力低下、全圧コスト3アップの能力低下で、場に出てるとき敵が後退すると4ダメージアップ、待機カウント2カウント短縮、気力20減少で射撃打撃の火力と必殺究極覚醒の火力が下がると。はい。で、打撃圧に対する特殊カバチェンで、場に出てるとユニークゲージが増加されると。はい。だから居座らないといけないってことですよね。これが結構難しそうかな。で、バニシングが 100% 回復、属性相性不利無効15カウント特殊カバチェン無効10カウント、能力低下状態上解除、必殺究極覚醒を封印、ライジングラッシュも封印、メインアビリティも封印すると。はい。これがね、あれですよね。だから攻めてても強いし、守ってても、まあ、強いっていう、はい、そういう感じか。で、ユニゲー最大値になると、4ダメ 30% で、ドロ速1段階アップ。だから2段階で殴っていけるっていう。うん、結構火力出そうじゃない。で、控えに戻ると、ユニゲーをすべて消費して、体力回復、気力回復、4ダメージアップ。で、最大値の時に、体力 10% 回復、待機カウント4カウント短縮という形になります。はい。まあ、受け性能がないのがね、ちょっと気になるかな。正直。うん。そう。受ける時の火ダメージ、不利属性無効みたいなのもないから、ちょっとそれは気になるね。はい。ということで、ベジータ一族で戦っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。アルハンが、貫突か。いかつ。こういう感じでいくか。まあでも、ベジータブラ、もう刺さるっちゃ刺さるな。まあでもこういう感じでいきますか。はい。まあ、何出てくるかわからないんでね。俺これは多分出てくると思うんで。その3体か。OK。貫突アルハンとかマジ怖いな。クソ怖いぞ。さあ、対戦お願いします。さっさと片付けるぞ、カカロット。やってやるぞ、カカロット。通常。残念。さて、まあ初手取られたのちょっと痛いな。メインどうするか。ああ、終わりか。 OK。 とりあえず特殊圧使われた。 OK。いやー、結構あれだね。結構あれだね。慎重だね。はい。ナイス。いや、これベジータで殴っていきたい。さすがに。
シュッ。 OK。 でこれカウント付与ね。このカウント付与普通に強いよな。特殊圧でカード引いてユニゲも溜まるんでね。これで目障りだ、消え失せろ。いいじゃない、悪くないよ。はい。うん、残念。ナイス、ラッキー。いやー、特殊カバチェム5消えてるか、残念。オッケー。で、これで体力回復と味方の4ダメージアップがつくんですよね。ユニゲマックスやから。それ強いよな。ナイス、美味しすぎ。いいよ。じゃあベジータで殴ろう。ベジータで殴るのマジ強くね。カウント2カウント不要なんで、それが結構強いなとは思うかな。はい、入る。オッケー。マジかよ、椅子あんのか。いやー、つら。はい、何をしてるカガロット。これ外れてるくね。まあ、キャラチェンしてるけど、ラッキー。ナイス。はい、いやー、このカウント付与はね、強いと思う。だからこの居座らないといけないの結構きつくねえかなって思うんだよな、正直。どうだこれ、止める。オッケー、うますぎー、うますぎー。さあ、これ泥足2段階アップっすよ。結構しんどくないか。打撃圧しかないな。一応手札けもついてるけど。ああ、ナイス、射撃圧。オッケー。まあ、はまれば強いなっていう感じか。居座らなあかんのちょっとしんどいな。そこがちょっと気になるところ。マジで。ああ、やらかしたー。マジやらかし。ライジングか。どうなんだろうな、ベジータ。どうなの、ベジータは。ちなみに。オッケー。ラッキー。シュー。悪くないよ。パンチ。おわ、美味しい。じゃあカウント不要。悪くないよ。とりあえず手札破棄ね。しかも手札破棄悪くないよね。メインアビリティ使っていく。結構単発射撃とか多いんですが、どうだろう、手札破棄か。いや、ユニゲマックスになっちゃった。ちょっと遅かったな。オッケー。はい、あ、終わり。救急カーツは打たないのか。さあ、メインアビリティ発動していく。シュー。オッケー、メインアビリティ使っていく。なるほど。あー、残念。オーケー。粉々になりやがれ。ナイス。おい、時間切れっぽいな。時間切れっぽいね。消え失せろ。まあ、メインで見るか。もう逃げられんぞ。
避けてるけどって感じか。いやー、やらかした。究極発したかった究極発したかった。ドーン。まあ、不利属性向こうあるから耐久はあるんだよな。悪くないよね。はい、時間切れか。まあ、ライジング通ってるこっちが勝ちだろ。はい、あざした。さあ、マッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。こんな感じかな。はい、お願いします。まあ今んとこ思うのはやっぱ10カウントイスワンのむずくねっていうところっすかね。とりあえず、そこがちょっとむずいね。まあ、ユニゲ貯めちゃえばマジ無双なんすよね。不利属性無効やし、泥足も2段階やし、まあ、その辺はかなり強いかなとは思ってるんですけど、どうかな。はいはい、椅子あるならもうこれでいいや。はい、さすがにダメか学習したかちゃんと攻めてこいよっていう。はい、ナイス。はい、さらくらえ。まあ一応3カウントごとに気力回復挟まるんで、その辺がまあ強いかなとは思うんですけど。 OK、 ダメでした。はい、ナイスー。いい、ああ素直にキャラチェンでよかったか。残念。あ、なんか近づいてきてる。ナイス、ドーン。 OK、 シュー。必殺圧くらえ。いいダメージ、悪くないよあー遅い。あー、ラッキー。これはこうじゃないこれはこうですよね。あー、カウント付与やっぱ強えマジでカウント付与強え。あー、ラッキー。まあまあ今のは、はい。あー、微妙すぎ。なんで、あー、ラッキーぐちゃぐちゃだ。ほら、ぐちゃぐちゃ。シンプルに出してくるか。ラッキー。はい。さあ、ラスト。3対1。シュー。もう一枚使っちゃうか。あー、びっくりマーク。そうだよなそうするしかないよね。 OK、 これメイン使っちゃって、はい、ユニゲマックス、これで攻めていこう。泥足2段階やから止まんねえよマジで。 OK、 あざした。あ、いい。さあ、マッチングしてしまいました。相手的にはまさかの黄色多いな。まあこれできますか。じゃあ、いやー、スーパーベジータハマればめちゃくちゃ強いねさっきの試合みたいにね、ハマったら強い。それはもうまごうことなきです。まごうことなき。ただやっぱむずい、10カウント椅子あんのはマジでむずい。はい、ナイス。いいよ、パンチ。なんでなんで、はい、
ガルル落ちないか。うわーマジか、噛み合っちゃったオッケー、フルパワーでいくぞ。ドン、気絶かよ。めんどくせえな季節は。あー打撃カバチェンちゃうか。まあ一応ね、そのスーパーベジータ受けてる最中にユニゲ溜まってもうまいっちゃうまいんですよね。そこがどうなのかっていう感じだけど、もうメインアビリティバンバン切ってるから相手あんま意味ないか。ずーわだる。オッケー。あー特殊カバチェン向こう、ここでついた。うまうますぎじゃん。バニシング解雇もついてるし、パンチナイス。あー射撃撃っちゃった、最悪だ、危な。はい、うん、ラッキー。とりあえずナイス。セルに対してこれは熱くね。あー遠距離だちょっと待ってくれよ最悪だ。はい、皆さんお疲れ様でした。ということでいかがだったでしょうか。スーパーベジータ使ってみました。まあ最強キャラではないかな、印象的には。なんか環境すべてをひっくり返すみたいな、そういうパワーは持ってないかなって素直に思いますかね、いくらあのベジータが好きでも。ただハマればやっぱ強い。うん、このユニゲマックスになってからのフリ属性無効とか泥足アップとか特殊カバチェン無効とか、めちゃくちゃ発動する能力が強いんで、そこはまあ優秀かなとは思いますかね。はい、まあパーティー次第って感じか。ちょっとベジータ一族だと、おんぶに抱っこみたいな感じだったんで、まあ、別のパーティーだともっと強さを発揮できるんじゃないかなとは思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。